どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら、110円のねメロンロックシートです。デラックスですよ、デラックス。めっちゃ嬉しがってるように感じるけど、3つ目なんだよ。見てごらん、もうメロンロックシートがね、デラックスのメロンロックシート3つ目で、これちょっと絶縁シートつけてます、電池入れてるんで。はい、これ3つ目です。3つ目のメロンロックシート、これね電池入れだった。しかもすごいね、電池の残量もねいい感じだった。こっちもね110円のデラックスのオーズロックシート、これも電池入ってたんだよな。これも電池の残量もねいい方だよね。はい、よくない？これはねでも持ってない、初めて。意外と俺レジェンドライダーのロックシードって買ってないからさ、これが初めてなんだよ、デラックス。そう、これは嬉しかったね。110円のブレイキングマンモスかな、こちらがデラックスです。これがデラックスで110円だよ、やばくない？そんなことあるんだよね。これさ意外と貴重だよね、あのロゴみたいなやつについてきたやつだから、あんまり売ってないんだよ。ロックシードたちと、まあ、これの音声確認、ブレイキングマンモスね、していこうか。なんかねこの2つのデラックスのロックシードの他に110円でいろいろまだ売ってて、フレッシュオレンジとパインとか、あとはデラックスのブドウロックシードとマンゴーロックシードで、あとフォーゼロックシードもあったんだけど、フォーゼなんかすっごい傷だらけだったから今回買わなかったんだよね。でマンゴーとブドウに関してはもう持ってるからいいやってなったんだよね。じゃあなんでメロン買ったかって言ったら、なんか買っちゃったんだよね。なんかメロンはなんか欲しいんだよな、なんか何個か欲しくなる予備として。ああとスイカロックシード持ってたよ。でいずれもねマンゴー以外は電池の残量確かいい感じだったよ、なんかちゃんとなる感じだった。スイカロックシードもいい感じだったね。スイカロックシードでもこの間買ったばっかだしなとか思って3つ目になるのかな、まだいらないかなと思ってやめたね。あとちょっと傷多かったっていうのもある。はい、こんな感じですね。まあ傷は多めだし、裏面とかもねなんか貼った跡、シールの跡みたいなのがついてるね。横もこんな感じで、まあこことかにね塗装剥げとかはいくつかありますね。肝心のここだよね。あ、これ綺麗だな、めっちゃ綺麗じゃん。擦り傷とか少ないな、いいね。じゃあ戦国ドライバーで遊んでみようか。一応ちゃんとね残月のフェイスプレート用意してきました。これも2つあるんだよね。まあとりあえずこっち使おうか。で残月のフェイスプレートに関しては音声は外務と同じだからなんないね。変身していこうか。あ、これはもしかして不良品か？そんなことではなかった。うわー、いいね、ちゃんとなるじゃん。あーでもなんか感度がいいんか悪いんかちょっとあれだね、そこら辺は問題ありかな。続いてはねオーズロックシード変身していこうか。まず見た目からだね。これに関してはそんなでもなんか汚いとかないね。でもこの顔の部分にすごい塗装剥げとかはちょくちょくある。中身ではそんなに汚くないぞ、綺麗だな。わーすっごいね。じゃあ音声確認していきましょう。いいね。あ、そういえばここのスイッチのやつ聞いてなかったな。これさっきのやつもちょっと聞いてみようか。これの繰り返しだね。じゃあ変身していきましょう。あ、いいね。もう
共通音声じゃん、オートドライバーの。はい、この2つですね、今日買ったロックシード。これさ、さっきのメロンロックシードなんだけど、なんか動作不良みたいな感じになってたじゃん。こんな感じで、なんか遊んでたらだんだん治ってきたんだよね。あれ、ちょっと待って、これさ、オーズドライバーのさ、写真っていうかこのイラストみたいなやつなんだけど、真ん中に入ってるメダル、トラじゃなくね？これカマキリじゃない？え、あれか、そういうデザインなの？え、どういうこと？これってどういう理由でこれカマキリになったんだろう？あれな、あれかな、なんかコンボチェンジみたいな音声もあったから、それ用になんか刺してるってことなのかな。ごめん、ちょっとこれね、真ん中がカマキリの理由が俺わかんないんだ。ごめん、ちょっとこれはちょっとわかんないな。次はね、100円で買ったブレイキングマンモスの見た目から確認していこうか。うん、まあ別に普通って感じだね。なんか使用感ありっていう傷で、開いてみるとこんな感じだね。シールもなんか使用感ある感じだね。なんか拭いたら綺麗になりそうなレベル。では音声確認していきましょう。ここのボタンを押すことで音声が鳴ります。わあ、いいね。ちょっと電池の残量少なかったかな。うん、鳴るね、問題なしだわ。うん、ちょっと今電池の残量が少ないな。まあ音鳴るってのが分かってよかったですね。ゼロワンドライバーとの連動はね、ちょっと直しちゃったからごめん。また今度で。すごいよね、でもメロン3つ揃ったよ。デラックス。てかさ、近くの中古ショップでメロンロックシードデラックスだけどね。あの、1個980円ぐらいするんで。なんか、それ見るとさ、なんか100円のやつ見た後にそれ見ちゃうとなんかアホらしく感じちゃうんだよね。なんか高いなとか思って。多分980円でまだ安いと感じる人もいるかもしれないけどさ、根気よく探してみよう。110円であるかもしれないから。では次の動画まで。さらばじゃ。